どうも店長です。今回作っていくお料理はそうピリ辛ボロネーゼ、こちらを作っていこうと思います。本来ボロネーゼは、牛ひき肉で作っていくんですけれども、今回は豚ひき肉を使って作っていきたいと思います。それでは早速ピリ辛ボロネーゼ作っていきたいと思います。はい、改めまして本日使っていく食材がこちら、まずはパスタですね。あと人参と玉ねぎとニンニクとチリペッパー、クミン、そしてトマトソース、豚ひき肉、あと塩、胡椒ですね。あと映っていないんですけれども、オリーブオイルを使ってピリ辛ボロネーゼ作っていきたいと思います。はい、それではまず玉ねぎと人参をみじん切りにしていきます。玉ねぎのみじん切りはこのぐらいで大丈夫ですね。はい、続いて人参です。はい、人参もこんな感じで OK です。はい、次にニンニクもみじん切りにしていきます。はい、人参のみじん切りもこのぐらいで OK です。はい、今こんな感じで人参と玉ねぎとニンニクのみじん切りが終わりました。はい、続きまして肉の下準備ですね。まずは豚ひき肉、こちらにお塩、お塩を軽く下味程度のお塩とブラックペッパー、ブラックペッパーを振っておきます。そしてここに辛みの素ですね、チリペッパー、これをまあこれもお好みの量ですね、お好みの量、今これで4振りぐらいして、あとはクミンを1振りぐらいして、あとは混ぜ合わせておきますと。はい、こんな感じで肉の下準備は OK です。はい、それではまずオリーブオイルをフライパンに入れて火をつけていきます。そして一番最初に切ったみじん切りの人参と、玉ねぎ、ニンニク、こちらを炒めていきます。でここに一つまみぐらいのお塩を入れてあげて、塩が入ると野菜から水分が出やすくなるので少しだけ塩を入れてあげます。で最初こそ中火強火ぐらいで炒めてるんですけれども、こうかなりフライパンの中が熱くなってきたらちょっと弱火に落としてあげて、なるべくじっくりめに野菜を炒めていきます。ここでじっくり炒めていくと、玉ねぎからはすごく甘みが、玉ねぎ、人参からはすごく甘みが出てきます。まあ、今回はそんなに、ゆっくりじっくり炒めてはいかないんですけれども、
まあ、ある程度こう野菜の甘みが出るぐらいまで炒めていきます。なので今回もまだパスタは入れてないです。はい、だいたいこのぐらい、まあ、ちょっとニンニクがだいぶね色鮮やかになって、ニンニクの香りもして、玉ねぎがちょっと透き通るかなっていうぐらいまで炒まってきたら、ここに豚ひき肉、こちらを炒めていきます。はい、お肉を入れてから弱火のまんまずっとこうじっくり炒めていくと、豚肉からこう油が出ていって、それをこう野菜が吸っていってくれるんですね。そしてしばらく炒めてると、だんだん時折ちょっとパチパチっていうような音がしてきて、こう水分が完全になくなったよっていう合図なんですけれども、まあ、ここね今回ちょっとポイントになってくると思うんですけれども、このお肉のこう水分がこう全部出たかなっていうぐらいで、油はずっとなくならないのでしょうがないんですけど、このお肉の水分が全部なくなってきたかなっていうところで、トマトソースを加えていきます。はい、トマトソースを入れたら混ぜ合わせて少しだけこう詰めていきますね。でここで、まあ火はつけたまんまでも大丈夫ですかね。まあちょっと遅いぐらいのタイミングなんですけど、パスタを茹でていきます。はい、軽く詰めたらここで一旦味見をしてみましょう。必ず火を切って、で味見するポイントなんですけれども、この後まあパスタが入ってくるので、あまり薄すぎるとちょっとこうぼやっとした感じになっちゃうので、パスタが入ってちょうどいいかなっていうところを見極めながら味見します。はい、今回はまだ塩が、豚肉の下味程度にしか入っていないので、ちょっとここに塩を足します。もうこの辺の味付けは、お好みになってくるので、まあ、味付けはちょっと頑張ってみてください。あとまあちょっとブラックペッパーもねちょっと足して、チリペッパーもちょっと足しておきます。これ今回使った玉ねぎが新玉売ってたんで、新玉を使った関係でだいぶちょっと甘みのある感じなんですね。ピリ辛ボロネーゼっていうからにはちょっとやっぱピリッとさせたいので、ちょっとチリペッパーは足しました。おそらく動画説明欄のところに2振りぐらいか、もしくは2振りから8振りぐらいっていう曖昧なこう書き方してると思うんですけど、辛みとかはまあ、味見した時にね自分の好みの辛さに調整してください。で最悪足りなかったらもうタバスコとかで食べる時にこう調整するとかしてみてください。まあ、辛みが苦手な人はねチリペッパー入れなければ普通に、豚肉のボロネーゼ、まあ、クミンとか入ってますけどね、本来クミン、まあ入りますね牛肉でやるときも。なのでまあその辺のね調整はこうご自身してみてください。パスタはねいつも言ってるんですけれども、1分から1分半ぐらいに1回はこうかき混ぜてあげて、麺同士がくっつかないようにしましょう。はい、それではパスタが茹で上がったので、ここに混ぜ合わせていきます。よく湯切りをして加えます。そしたら弱火ぐらいを、まあ、保温程度のね弱火をつけて手際よく混ぜ合わせていきます。はい、よく混ぜ合わさったら最後にエクストラバージンオリーブオイルを仕上げにかけます。もうその時には火は切りましょう。はい、そしたら再度
混ぜ合わせて、そして盛り付けです。はい、それでは盛り付けていきます。はい、こんな感じで完成なんですけれども、やっぱりちょっと青みが欲しいのでパセリぐらいは振りましょうかね。まあもちろんね、なければなくても大丈夫です。パラパラっとちょっとやっぱ緑が入るだけでだいぶこう見た目がいい感じになるので、はい、こんな感じで完成です。はい、それでは早速試食してみたいと思います。いただきます。うん、ビミン、いい感じですね。あのスパイスもちゃんと効いていて、あのチリペッパーのこう辛みがピリッと効いていて、まあ、クミンもしっかりとっていうわけじゃないですが、ほのかにこう香って、あと野菜のこう旨味とか、あとニンニクの香りとかがちゃんとこうお肉に移って、パスタに移って、一体感がちゃんと出ていて、ピリ辛ボロネーゼに仕上がりました。はい、いかがでしたでしょうか。ピリ辛ボロネーゼ作ってみました。今回のボロネーゼは割と牛肉で作るよりもちょっと若干あっさりめに仕上がります。そしてスパイスをやっぱ効かせてるので、まあ、チリペッパーの辛みが絶妙にいい感じに仕上がりますので、ぜひ参考にしてみていただけたらなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタンお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。その他 SNS ですね、あの動画説明欄のところにいろいろリンク貼ってありますので、一度ご覧になってみてください。それではまた次の動画で会いましょう。ボンアペティ。